城戸力石のちみどろの死闘は少年院の収容生たちの心を強く動かした。院内は時ならぬボクシングブームに沸く。陽子は本格的な資金援助を約束し、こうして少年院の寮対抗ボクシング大会が開催されることに決まった。院生たちが試合に向けて練習に熱を入れる中、城戸力石は再度の対決に向けて闘志を充実させつつあった。しかし段平はそんな城に対してなぜか冷たい素振りを見せ始める。そして段平は院生の一人青山を見出し、熱心にコーチをつけるのだった。段平の真意はいかに、城は苦悩を抱えていた。ほら、あのひでえ敵を見るときは必ず上目遣いにならなくちゃいけねえ。はい、こうですか。おっさんよ、じらすのもいい加減にしてくれよ。試合は近いんだぜ。グズグズしてる暇ねえんだ。早いとこ明日のためにその4その5を伝授してくれ。なんだかんだと雑音がうるさいの。今わしゃ青山くんのコーチで手がいっぱいなんだ。その態度なんだよ。何が気に障ったんだよ。どうして俺をそうまでして避けるんだ。青山くん、ほれほれ練習続けて、対抗試合まで何日もないんだ。休むなんてもってのほかだぞ。はい。おっさん、こんなりゃ意地も見えも捨てて頭下げるよ。この通りだ。俺にもコーチしてくれ。俺は健闘に惚れちまったし、何としても力士に勝ちたい。頼むよ。ちーと押しつけがましかないかな、ジョーよ。邪魔しねえでくんねえか。向こう行こうか、青山くん。ここでは練習に身が入らん。青山くんだけに教えておきたいことがあるんじゃよ。しかし、そんな矢吹さんを差し置いて。なんだなんだ、君は見かけよりも筋がいいな。もう少しでわしの教えをマスターできるぞ。よし、もう頼まん。こうなったら意地でもあんな奴のコーチは受けねえ。自力で堂々と対抗試合に臨んでやら。そして日曜日、両対抗トーナメントの開催日を迎えた。力石も城も2試合順当に勝ち上がり、そしていよいよ第2回戦、城と青山の対戦と相なった。果たして城は段平直伝の技術をマスターした青山といかに戦うのか。待たせたな。あんまり早くくたばってさ、優しいおっさんを悲しませるんじゃねえぜ。ありがとう。矢吹さんも簡単に倒されて皆さんを喜ばせないようにね。なんだと、貴様今なんつった。そう慌てないで矢吹さん、間もなくゴングが鳴りますから、それまでは仲良くしてましょう。青、たかがおっさんのコーチを受けたくらいでのぼせやがってな口聞きやがって。あかん、ジョー、リング上で暴言を吐いたら減点されるで。け、減点が何だってんだ。いくら減点されようとも一発でぶっ倒せば帳消しだぜ。
一体どないしたんやジョー、あんな無茶なパンチ。力石を苦しめたジャブ、ストレートを忘れてしもたんかい。ここであの剣闘バカに習ったことをやれっていうのかよ。と、今さら意地を張っていられる場合かい。そういう意地はもっとゆとりのある時にあるもんやで。矢吹さんのフォームが変わった。あ、青山くん、いかん、ファイトだ。はい、しかし青山くん、相手のポーズが変わったくらいで戸惑っちゃいかん。彼はただ、守るということに気づいただけなんじゃ。断平さんよ、ここまで来てやっと読めてきたぜ。あんたの計画は予想以上の好結果を生んだようだね。丹下剣闘教室、明日のために防御編その1、ガード操作。わかるかジョー、青山くんの動きをよく見るんだ。おめえも相手のパンチを受けねえ技術を身につけろ。そうだジョー、そいつがガードだ。丹下剣闘教室、明日のために防御編その2、ステップ操作。どうだジョーよ、おめを苦しめた青山くんの動き、あれが防御ステップだ。パンチを避ければ相手のスタミナを消耗させられる。いいぞジョー、もっと素早くステップしろ。ファイト。やるじゃねえか。
さっき力士が何とか言ってたな。計画だとか予想以上の好結果だとか、その意味解説してもらおうか。よかろう。青山君も出てきなさい。いずれ君にも話さねばならんことだ。よう、それに青山君、長い間本当にすまなかった。これ、この通り頭を下げる。あれ？ちょっと待ってくれ、おっさん。一体何がすまねえんだ。よう、わしが長い間心を鬼にしておめえを冷たく突き放したのはな、防御技術を教え込むためだった。防御？だがおめえは鼻っ柱が強えからな、生地な教え方では防御など軽蔑して真面目に覚えようとはせんかったろう。そこでわしは切羽詰まって青山君を利用した。怒るがいい、わしは君を利用したんじゃ。僕は気が弱いから防御を覚えやすいと。そうだ、青山君に防御のすべてを教え込み、その防御で城をいじめ抜くことによって防御の重要さを城に悟らせようとした。そのわしの目的のために青山君をモルモットのように利用してしまった。返す返すも申し訳ない。いいえ、そちらの目的はどうであれ、こんな弱虫でもやればできるということをあなたは教えてくれたんです。これからの人生の自信になりました。本当にありがとうございました。青山くん、おー、もうどうしたってんだジョー。ジョー、おめえ、おっさん、ちょっとしばらくほっといてくれねえか。すぐ消えるからよ、青。今までおめえのことバカにしてた。すまなかった。謝る。矢吹さん、俺って全く単純なんだな。我ながらつくづく嫌になっちまったよ。強くなるぜ、おっさんの期待に添えるようにな。力士にも負けねえよ。じゃあ俺行くぜ。なんか無性に体を動かしたくてしょうがねえんだ。アホが、すっかり照れおって。